メゾソプラノの志野恵美里です。ピアノの高根澤明です。本日は、この素晴らしい空間でいい音を響かせられたのかなと思っております。とても楽しい演奏会でしたね。はい、はい、今後とももうちょっと自分の中で突き詰められることがあるんでしたら、もうちょっとこう突き詰めていけるような演奏家になっていきたいと思っております。本日この赤坂七丁目から古典的なクラシックイメージを払拭するかのような新しい音楽会が始まります。その名も響く宴の会と綴り狂言会。聞き慣れた旋律は時に生活の一部となり支えになり、人生のひとときの生きがいでもある音楽は時に新しいテーマを投げかけ、心の奥深くに宿り、そしてそっと寄り添い休めてくれる。過去に実在した偉大なる巨匠たちの数々の作品は、本日ご紹介をさせていただく音楽家たちがリスペクトを込めて今の時代へと呼び起こし、それぞれの作品を演奏という形に綴り、受け持つ時間そのものを音楽家自身の演奏作品へと変え、まるでパズルのピースのような感じに巨匠たちの作品を完成させ引き立ててくれます。この演奏会が終わるときにはきっと何か新しい響きがお客様の心の中で奏でられ始め、帰路へ疲れる頃には演奏家自身のメッセージが届くことでしょう。そのつながりは演奏家自身の本望が伝わり、それぞれの共通の満足と喜びを覚えることでしょう。これより私大谷地彩奈が皆様にお届けする演奏作品のナビゲーターを務めさせていただきます。プロデュースバイパッサ。これよりメゾソプラノ志野恵美里、ピアノ高根澤明による演奏をお送りいたします。Thank you.